こういう感じで iPad mini で、ケースをつけて、シールを貼って、ここに、ペーパー、ケースの中にぴったりはまるやつですね。これは純正、私が買った純正よりもいいですね。それで、こちらの、これが、同じように、こうですか。これが iPad のケースに入って、おるものです。まあ、とにかく、いろんな点で気づいたことをお話ししたいと思います。まず最初に、値段的なことも関係するかと思うんで、ちょっとカメラを切り替えます。で、こう来ていくということで、私は妻は、ともあれ何をしたいかということで、勧めたのが、ノート、これですね、iPad、これがそのものです。これはちょっと、あれができたかな、長押し。何がどう違うかって、iPad Pro と iPad mini が何が違うかっていうと、カメラがこちら一つですね。ここにはカメラが一つということですけれども、こうやんないと、これですね。カメラが2個ついてます。ちょっとメモリーが、こちら256、値段的にもあれですからね、2頃です。64GB と 256GB がありましたけど、264ですか。2頃、256GB ですね。それで、これが別売でアンカーのものを買いました。ただ、このアンカーと純正のものとの違いは、やっぱり大きかったですね。純正のものは、純正ですか、エレコムですね。エレコムとアンカーのものを買ってますけれども、エレコムの方が優れてます。というのは、バッテリーを充電を受け付けますけれども、アンカーの方はバッテリーが接続しても、バッテリーが充電することはできませんでした。それと iPad mini のこちらのペンシルですね。ペンシルは iPad Pro でも iPad mini でも使えますけれども、ちょっと戸惑ったのは、すぐに使えると思ったんですけれども、すぐには使いませんでした。一旦ね、ここのペンシルのホルダーに、ここですね、ここのホルダーに接続することによって、 Bluetooth だと思うんですけども、接続されて、つながるということが分かりました。ちょっとやってみましょうかね。 やっぱり大事なところなんで、こう来て、こうで、グッドノートが開いてますんで、と、アップルペンシルっていうのがこう認識するんですね。それで、これで、赤で、こういう感じなんですね。それでは、おっとっと、ライブ配信ナンバー83、iPad を妻購入ということで、妻が購入したということで、iPad Pro は20万ちょっとしましたから、メモリーが2テラだったかな。こっちが64ギガですね。で、お話ししたいのは、USB の入る、読み込みできる。
これはとっても良かったです。実際やってみましょうかね。これで、まあやってみるって、これですね、ファイルで。ここにある、見えますかね。この USB なんですけども、それで、こう、写真がありますけれども、こう、選ぶと、出てくるということですね。まあ、こういう形で、これですね、GoodNotes が使えるということの話をして、今日のライブ配信をおしまいにしたいと思います。では、ここまでとさせていただきます。ご拝聴いただきまして誠にありがとうございました。まあ、このいいですよ、これは。iPad mini ね。